どうも、しゅんです。こんにちは。私は今、大阪に来ているんですけども、今回は、就活生相談の関西バージョンということで、関西を代表する経営者のお二人と、関西の就活生に来ていただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まずは、就活生の方の自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。はじめまして、同志社大学政策学部3回生の北森正美と申します。大学時代は3つの軸で活動しておりました。1つ目がゼミ活動でビジネスコンテスト等に取り組んでいました。2つ目は学生団体に所属しており、そこから派生して設立された企業で長期インターンを行っておりました。3つ目は個人的な活動としてクラウドファンディングなどを行っておりました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お株式会社アイプラグの中野智也と申します。就活のですね、プラットフォームサービスのオファーボックスを運営している代表をやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トモロー芸館の伝えています。よろしくお願いします。企業のブランディングをやっている会社を10年ぐらい経営していまして、ありとあらゆるですね、企業とユーザーとか消費者とか求職者とのタッチポイントの部分でのデザインとかっていうのを企画とかやっている会社をしています。 YouTube を副業でやってまして、よろしければぜひ頼んでください。よろしくお願いします。現在の就活の状況としては、本選考に大体10社ほどエントリーしておりまして、一番進んでいるのは最終面接を受け終わって、あと結果待ちといった状況です。どういった業界とか、どういった企業さんに行きたいとか。そこがちょうど今回相談したい一つで、志望業界だったり就活塾だったり、そこがまだまだ曖昧なところがありまして、そのためにやりたいことだったりがわからないといった状況です。自分がやりたいこととできることと求められることって全部が一致するのってかなり難しいと思うんですよ。で、私さっき言った通り20年間求人メディアの仕事やってますけど、自分で会社立ち上げてオファーボックスでサービス作った人間が言うのもあれですが、人材業界に行きたいと思って入ったわけじゃないんですよ。一番初め実は就職できずに卒業して、で6月にたまたま実家の新聞に追い込まれてた求人があって、でそれを発行する会社に応募したのがきっかけで、全然なんかやりたいとかいうよりはまずは食っていかんとあかんみたいな感じでスタートしたんですよ。でもう採用いただいたん で働いてみて、やってみて面白かったから結局この業界をずっと続けてるっていう状況で、今だったらもう散々もう20年間ずっとやったんで、自分には一番向いてる仕事だろうと思うし、やりたい仕事にはなってるけど、スタートはそうじゃなかったから、やりたいことがないとやっちゃいけないとかっていうふうに思い込まない方が僕はいいんじゃないかなと思うんで、その中でもどっかで自分の感覚的にこの会社でとかこの業界でとかこの仲間でとか何かで本気でやりたいなって思うような感覚が出たら、まずはそこにチャレンジしてみるっていうのが、まあ、僕の個人的な考え方ですね。はい、それで言うと今ちょっと興味がある分野とかチャレンジしてみたいことってありますか？正直そこもまだ分からなくて、これまで部活などに注力していたのもたまたま入ったっていうのがきっかけで、どんどん目の前のことをこなしていくとだんだんそれが好きになって続けていきたいなって思ったっていうようなことが多かったので、ただ就活になると、例えば面接を受けた時にどういう事業に関わりたいのだったり、なんでうちなのっていうところに関して答える際に、やっぱり私はこういう事業に関わりたいとか、こういう仕事をしたいっていう風に言えないと、だんだん4次面接、最終面接ってなった時に選ばれる人間にもなれないのかなと思って変わってます。全然参考にならないかもしれないけど、大体でいいんじゃないかなっていうのが僕の考え方なんですよね。さっき北森さんが言ってたみたいに、多分ね、やりながら見えてくるところってめっちゃあると思うんですよね。で、多分これじゃあ何が正解かって、これ絶対どんだけ考えても分かんないし、やってみないとねっていうところがあると思うんで、ある程度の方向だけ定めてしまったら細かいところあんま気にしなくていいかなと。中野さんと同じような感じで、もともと人材業界出身なんですけど、人材業界に行きたいみたいな感じで入ったわけではなくて、でじゃあ自分の中では大体って何やったかなって言ったら、もう起業したいって思いがめっちゃ学生の頃があったんで、でも何するか決まってない、どうしたらいいかも分かってない、全然分かんない状態なんですよね。とりあえず起業したい、人生一回なんで自分の好きなことを自分の好きなようにやりたいなっていう、もう漠然としたものじゃないですか。はい、それでじゃあそのために一番近道どこかなって考えた時に、やっぱリクルート系出身の社長って多いんですよね。これ一番いいかなと思って、でそこの中でいろいろやりながら、あ、これやってみたいな、あれやってみたいなっていうのが見つかって今に至るみたいなところがあるんで、そういう考えたものかなと思うんですね。その方向性を決めるというの
は、うん、できるだけいろんな企業を受けてみて、うん、あここいいかもっていうところを見つけたらいいのか、はいはい、どういった行動を取れば見つけやすいのかな、会社選ぶ上でね、そうです、はい、一つアドバイスできるとすれば、はい、もう事業とかって分かんないじゃないですか、そうです ね、でいいことしか言わないでしょ説明会とかこれもう間違いないですからね、もう当てにならないんで説明会の内容なんて、分かりやすいところで言ったら、説明会とか面接で社員さんと接するじゃないですか、なんかこんな人になりたいなっていう人がいるかいないかっていうところを一つ軸にしてもいいのかなっていうのはありますけどね、それが多分将来の自分のイメージに近くなる対象であるのかなって思う。それで言うと尊敬する人とかこういう人に憧れるっていう方はいますか？はい、尊敬する人が一人います。私は長期インターンでいる先にいた男の子なんですけど、その子は結構いろんな物事を取り組む際にいつも全力で取り組んでいて、やっぱりそういう人って周りから自然と応援される人で、自然と周りに人が集まってくる、そういう魅力を持った方で、私もそういった人になりたいなっていうふうには思っております。それで言うと聞く企業っていうのはそこまで絞らなくても、行った企業を正解にするっていうスタンスでも全然いいっていうことですね。就活の軸とかあるじゃないですか、はい、軸っていう言葉はイメージと合ってなくて、軸ってなんか変わんないものみたいなイメージが入ってると思うんですけど、変わんないわけない。なんでかっていうと、自分は成長したいですかっていうと、みんな成長したいっていう人多いと思うんですよね、はい、で成長って今よりいい方向に変化って変わるんですよ。変わるのに軸って言ったら変わんないっていう表現だから、あんま一致しないし、会社自体もどんどん変わっていくのに、自分だけ変わらなかったら自分中心に回ってる社会だったりですけど、そんなことはないんで、はい、もうちょっとこう柔軟に考えていくっていうことと、会社って人間の集合体だって、その中に入るってことは会社を作ってる何人かのうちの一人が自分でもあるから、自分も作る側になっていくので、はい、そう考えると自分に合ってるよりは自分が変えていける可能性もあるわけ、はい、あんま軸で考えすぎなくてもいいような気がしてて、自分の人生大事なものって言われても分からんよ、はい、正直なんか楽しい楽しくないって自分で決めるもんだから、そんなこう固く考える必要性はないと思うんで、とはいえもう一個あるのは、一定時間までに決めなきゃいけないじゃないですか、はい、だから全く正解がないものを決めるっていうことをやんなきゃいけないんで、はい、決めるときにいろんな人に相談しながらも最後は自分で決めるしかない。まあ、めっちゃなんかかっこいい大人の人がいるんだったら、決めたものを正解しろっていう言う人もいるから、いやそんなんできたらそんな楽なもんあらへんって話なんで、けど正解に思うっていうことができると思うから、そういう考え方の方がいいような気がしますね。自分の中で行動の中でこれだけは絶対守るとか譲れないみたいなところだけ定めといたらいいんじゃないかなっていうのはありますけどね。それはマインド的な部分です。そうそう、まあ、例えば僕だったら、はい、分かりやすく言ったら他の人と同じことはやらないみたいな軸があったんですよ、はい、あの軸って使っちゃいましたけど他と変わらない部分なんでね、はい、だからその話で言ったら、ね、はい、根本の核のものって何みたいなところと会社がフィットしてさえいれば多分楽しく仕事できるんじゃないかな。ここがずれてると結構しんどいんでね。しんどいです、ね、うん、絶対に多分自分の中で譲れないポイントってあると思うんですよね。これは絶対に就職仕事する上でも人生の中でも一つのテーマなのか分かんないですけど、でこれざっくりとでいいと思うんですよね、はい、僕の場合もそんな感じだったんで、だからそれだけを守っているとブレにくくなるかなっていうのはありますね。で何があってもそのルールは破ったりする、ね、これ僕らはブランディングとかやってる中でまさに痛感するんですけど、やっぱこう言ってることとやってることがずれてくると、もうこれがつまりブレてるっていうことになってくるんですよね。すごい崇高な理念掲げてます、素晴らしいこと言ってます、でも行動伴ってないって誰も共感するわけないんで、1社目4ヶ月だけ行ったんですけど、はい、ここを辞めた理由は最後の4ヶ月目に社長がお客さんを騙せって言いましたんです、うん、いやそれだけは乗れんって辞めたんで、うん、次入った会社はやっぱお客さんのために強かったし、で今自分やってる会社はやっぱそこを一番大事にするんで、はい、そういうのが多分あると思うんですね。そこだけずれてなかったら最優先事項さえあってたらっていうぐらいでもいいかもしれない、うん、それで言うとここだけは曲げられないとかってありますか？それが核となるかまだわからないんですけど、2つありまして、1つは人を大切にしているところで、これに関してはやっぱり自分も大切だけどこう人も大切にしているような会社がいいなと思っています。2つ目は
きっかけを与えられる人になりたいなっていうのが漠然としてあって、私はこれまで大学入ってあまり行動できていなかったんですけど、今いろんな経験を積むことができたのは一つ学生団体に入ったっていうたった一つのきっかけだったので、今度は与えられた側だったのが社会人になって働く上で次は誰かのきっかけを作るような人になりたいなっていうのが漠然とあります。誰に対してもそういう態度を取らないというところで働きたいっていうのが多分重要な核な気がするから、そういう目線で見ながら会社選んでいくっていうのでもいいと思いますからね。すごい分かりやすいし、じゃあ自分はいろんな会社を受けた中でも何を見るのかって決まるじゃないですか、はい、それをなんか核として見ていくっていうのは決まりそうな気がしますね。とはいっても会社ってたくさんいろんな人がいるんで、すごいこう体調が悪い人が何かがあった人がそうやってそういう態度を取ってしまう瞬間があったとしても、ちゃんとそれを適宜するとか、ダメだよとかっていうような大人になっていくんだとかって、そういうのを決めてやってたらいいんじゃないかなって聞いてて思いました。あ、はい、ということで、1つ目の悩みに関しては解決されましたか？はい、今後取るべき行動とか方向性が分かったので、ぜひ参考にさせていただきたいと思います。大手とベンチャー、どういうふうに絞るべきなのか。好きなもの選んだらいいんじゃないですか。はい、就職活動生が持ってるベンチャー企業って、そんなにちっちゃくないと思うんですよ。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。